こんにちは、宇田柔道家高松大二です。東京オリンピック柔道をですね、ちょっと振り返っていこうと思うんですが、各14階級プラス団体戦ですね、1階級ずつちょっと振り返っていこうかなと思います。各選手のですね、決勝戦あるいは敗退した試合ですね、を1個ずつちょっと見ていってですね、考察してみようかなと思います。まずはですね、女子マイナス 48kg 級渡名喜選手、そしてコソボ代表のですね、クラスチニ選手の試合です。この2人はですね、喧嘩四つでですね、渡名喜選手が立ち上がりから素晴らしい展開で、終始技を出していい展開なんですよね。すごくいい展開で試合が進んでいきます。おそらく誰もがですね、このままゴールデンスコアに入って渡名喜選手が指導なりポイントを取るんじゃないかと思われた、そんな内容でした。はい。しかしですね、ちょっと写真を出すんですが、残りわずか25秒という場面でですね、組手を徹底してやってたこの1試合なんですが、残り25秒の段階ですね、奥襟ですね、クラスニチ選手が奥襟から背中をね、帯に近い背中をがっつり叩いて、で、渡名喜選手は、釣り手で突っ張るような形でいましたね。そして、これね、引き手なんですよね、重要なところは。このクラスニチ選手がですね、引き手を持った、引き手を持ち合いした時に、渡名喜選手が一瞬、相手の引き手側に体が一個出ちゃうんですよね。引き出されたっていうところもすごくあるんですが、一瞬、この一歩を写真出しますね。一歩、この相手の引き手側に体が回ったことによって、内股を合わせられて、技ありを取られたという、そういう形ですね。これ本当にこの、一瞬の出来事で、それまでは割と徹底してね、引き手、もうすごくいい形になってた。もちろん展開展開ではですね、多少、引き手の方にっていうような場面もあったんですが、ここはすごく顕著に、本当に、差し合いしてね、釣り手の差し合いをして、で、引き手の、まさぐり合いというか、引き合いをしてる最中、本当に一瞬引き手の方に一歩出ちゃった瞬間に、内股を合わせられたという、ここがやっぱ局面ですよね。本当に全体の試合の構成的にはですね、仮にこれがゴールデンスコアが今のじゃなくて、旗判定というのが昔あったとしたら、もちろん旗判定があったら展開も大きく変わるんですが、旗判定があったとしたら、おそらく3-0で渡名喜選手が勝ってたというような内容でした、ここまで。はい。なので、本当に、駆け引き、一瞬の駆け引き、これタイミングとか運も多分ね、あると思うんですが、本当に一瞬、引き手の方に、回った瞬間ですね。取られた瞬間に、回されたという、そういう技でございました。これによってですね、その引き手、僕ら世代の柔道やってた、ね、選手は、組手争いでですね、引き手から持てと、引き手の方に絶対に回ってはいけないとかっていうことをすごくめちゃくちゃ多分言われてたと思うんですけど、僕らもめちゃくちゃ言われてましたし、でもやっぱり、最近のその柔道って形がすごく増えたんですよ。僕らの時代でもめちゃくちゃ形増えて。で、選手もめちゃくちゃ強いんですよね。やっぱりトレーニングの質がすごく違うし、体幹の強さがめちゃくちゃ出てるなと僕はすごく思うんですけど、やっぱりそういった中で柔道の形がですね、すごく広がっていく中で、引き手から持ったりとか、例えば、片襟、ね、最初に釣り手襟刺すときに反対から襟刺したりとか、あるいは釣り手をね、脇の下とか、割と腰の方を刺したりとか、
めっちゃいろんな形がある中での出来事なので、まあもしかしたら、詳細はちょっとわからないですけど、引き手の方からとか、引き手の方、まあ、喧嘩打つで相手の引き手を先に持つような、場面というか、展開、そういうものが、まあ今はあるんかもしれないですね。うん。まあハイリスクであることは変わらないですよね。やっぱり引き手の位置が大事っていうのは多分ね、今も昔も変わらないと思うんですよ。やっぱり引き手を、まあ持っていかれてたらね、どうしても差し合い、まあ僕右なんでこっちなんですけど、差し合いしてるさなか、引き手を喧嘩でね、持っていかれたら、やっぱり体ってそっちに回っちゃうんでね。うん。まあ、かつ、どうしてもね、引き手が持っていかれると、体も体もね、一歩そっちに出ちゃうじゃないですか。で、まあ、そこを合わせられるってことはすごくよくあることなんで、まあ、この引き手が、この一試合はですね、すごく顕著に現れたのじゃないかな、というふうに考察しました。女子マイナス 48kg 級渡名喜選手、そしてクラスミッチ選手の、試合でした。まあ、ともあれですね、まあ、決勝戦まで進んでね、本当に、まあ、世界のね、柔道のレベルがすごく上がってるので、うん、僕も久しぶりに柔道をね、真剣にこう、1から10までね、まあ、テレビ、ずっと見てたんで、なんかやっぱり、あ、すごいなって、本当に、なんでしょうね、その、まあ、ロンドンとか、その前の、北京かなとか、オリンピック、まあ、あるいはその前のオリンピックとか、っていう10年前、12年前っていうのはすごい、レスリング柔道っていうのがね、やっぱり、なんかね、漢字の柔道から横文字柔道だってすごく言われ出した時代に、なんか、ね、外国人選手が、まあ、力任せにタックルしてね、で、口切倒ししたりとか、まあ、そういう、まあ、あるいはね、こう本当にすくい投げとか裏投げとかばっかりしかしない肩車とかね、そういうことをしない時代に日本人はこう、前技をね、すごく強化して背負い投げで、一本取る一本取るって言って、こう、ずっとやってきた。まあ、中で、こう、やっぱりそこの対策をね、その外国人選手に対しての対策を日本選手もたくさんやってきて、で、まあ、ルール変更とかもたくさんあって、口切倒しなんかも今ダメですし、足持つのもダメだ、すくい投げもできないしね。で、まあ、そんな中で、あのね、そんな中、こうやってね、勝ち上がって、で、やっぱり外国人選手もそんな中だからこそ、すごく柔道の質、なんでしょうね、本来のやっぱ柔道の形みたいなものを、すごくこう、出してきた今回のオリンピックなんかなというふうに僕はめっちゃ思ったんですが、だからね、前技もめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、韓国の選手とかやっぱり、韓国の選手か、まあ、フランスの選手もそうですし、すごい綺麗ですよね、背負い投げとかももちろん。なのでやっぱりね、その世界のレベルがすごく上がったという、風に僕はすごく感じましたね。まあ、ともあれですね、渡名喜選手、はい、お疲れ様でした。まあ、めちゃくちゃいい柔道ね、48kg級、女子48kg級のイメージってどうしてもこう、まあ、組手争いがね、3分、まあ、5分、4分の試合だったら、まあ、4分の3ぐらいは組み手争いみたいな。で、イメージがね、どうしてもこう、やっぱり、あるんですよ。あったかな。うん。そんな中でね、割とね、やっぱり、しっかり組んで、しっかりガチッと組んでね、捕まえて出すっていうような、そういうこう、柔道を、なんか、やってる。ことにすごくね、なんかこう、あ、すごいなって、やっぱ今の選手ってすごいなというふうにね、すごく感じた、女子マイナス 48kg 級でした。